どうもこんにちは、犬神と申します。皆さん必勝アリーナランキングお疲れ様でした。私はですね、100位ジャストチャレンジを目指していたんですが、この通り失敗してしまいました。いやー、最後ね、ちょっと1試合自走車で上級をお守り使ってやったんですけど、やらなければうまく達成してたんですよね。と言ってもまあ下との差もちょっと怖くてですね、まあ100位から漏れることの天秤と、ジャストを目指すことのね、駆け引きがなかなか難しかったです。まあ実際過去にやらかしたこともありますんでね、またチャレンジしてみたいと思います。はい、まあそれはそれとしてですね、無事100位以内に入れたことは間違いないので、この OB3 段のランダム S を2枚引いていきたいと思います。まあ本命としては、広瀬、上原、ラロッカっていうところですね。まあ他にもちょこちょこ狙いがいるので、まあ何かしらうまく引ければという形ですね。このランダム契約書からそこら辺の狙いを引けると、あとのやりくりが結構いろんな選択肢が生まれてくるのでね、なんとか引きたいところです。さあどうでしょう。おお素晴らしい引きだけど、なんかここで自チームーン使うのもどうだったのかっていうのはね思っちゃうんですけど、まあこれはありがたく受け取っておきましょう。もう一枚。いやいや、それもそれでどういうことなのって感じですけどまあ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 、狙い撃ち回す回数が少し減ったんじゃないでしょうかはい、ありがとうございます。実はさっきの契約書開封って別の動画に入れようと思ってたんですけど、さすがにあの引きしたらもうこっちの動画に入れるしかないですね。はい、ということで狙い撃ちの方を引いていきたいと思います。現在母体と、突用の S と言いますかね、突用が1枚引けたので、残り消防をまず1回できるまで引きたいので、あと A ランクと S ランク合わせて5枚狙っていきます。で将来のスピ解放用のね A とかを取っとくかどうかがちょっと迷うんですけど、まあそれはちょっとまた後で考えようかなという感じですね。なんだなんだなんだ広瀬は引けないけど、謎の自チーム A ランク連続引きという感じで、お S ですね。まあありがたいことにもう母体は引けちゃってるので、これ2枚ありそうだな。単純にね、まあ A というか凸素材が気軽にというかね、普通に集まってくれるのがありがたいということで、期待ちゃう。外していく。まあもう1枚ありそうですよね。ちゃう。まだある？ないけど言えないっす。よし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 。20連で S2 枚 A、 広瀬の A1 枚は相当引きですけどね。まあここでね、外しまくりましたけど、これ本当に S 狙ってる時じゃなくてよかったなって感じですよね。もう外してもね、まあ結局凸用の素材を引けなかったっていう悔しさはありますけど、まあ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 、もう母体は確保できてるしっていう感じでいられますからね。ナイス、投資めっちゃいいじゃんただね、これね、ただこのガチャの垂れ流しっていうのをどのくらいこうね、動画にするか、なかなかちょっとバランスが難しいんですけどね。そのうち間違いなく喋ることなくなってくるんで、そうなった時にうまくカットなりでね、うまく動画にできるかどうかっていうのはちょっと不安なところですが、そうね、さっきホークス2枚連続引きした時も思ったんですけど、どうせなら今日追加されたデスパイネ引きたいんだよな。はい、中川今日追加された絵でしたもんね。
いやーでも広瀬の調子いいね。とりあえず、おおな、すげえ。 S の引きもめっちゃいいな。そしてまた2枚引きあるかもしんないぞこれ。ほい、ありそう。広瀬の引きもいいし S の引きもいいしありがてえっすな。うん、笑ったし2枚引きあるでしょ。いやいくらなんでもその通常同じ2枚引きって やばくないですか確率。なんか今日2枚引きの仕方が、おお、横浜版太田かなり欲しかったのでこれは嬉しい。しかし S ランク4連続外しですけどね。うち2回同じ通常だしどうなっちゃってんのっていう。うん、すごいな、いろんなことが本当に起こる。いやー久々に出ました。あと1枚ね。すげえ久々に出たな。何十連ぶりなんだろう。お、Sランク来ましたね。まあ、なんならこのここで S ランク引いてとりあえず一発称号って感じでもちょうどいいかもしれんけどね。おい、違う。でも A は来た。 OK、 最後も引きたいな。ほい、引けなかった。うーん、 S ランク5連敗か。いやマジで母体引けといてよかったな。よし、広瀬さん極まりましたね。じゃあ称号用の A ランクも育成してあるので早速称号までやっていきましょう。はい、じゃあ、広瀬の狙いの称号はバズーカ打撃を極めし者飛ばし屋、これでパワー B にしつつ、未走 AA 同値にできます。超人と死者が来た時はちょっとっていう感じになりますね。いやー一発で決まってほしいな。まあ少なくとも星4で圧縮したいが、うわ星3か。全然ダメということで、
ガチャからやり直しです。はい、ということで狙い撃ちなんですが、もう3枚ぐらい取っときましょうかね。よし来た。もう1枚ぐらい。じゃあストック経験値で極めますか。まあせっかく 1.8 倍だからちゃんと育成したいところなんですがね、もう時間があまりないんでね、いろんな意味であんまり時間がない。じゃあこのまま飛ばし屋が決まるか、せめて星4で圧縮といきたいところですね。頼む。うわ、また押したんかよ。いやー、しかも引けねー。じゃあ一応飛ばし屋の逆のスナイパーにしときましょうか。じゃあガチャ続行ですね。ではガチャ続行していきます。お、 S か。しれっと A を外していくっていうことね。どうだ、ナイス。やっと30いけましたね。おお、しかも A も引けた。いやー、これで決めたいですね。じゃあ贅沢に S ランクの方からいっちゃいましょうか。いやー、これでも決まっちゃってほしいですね。さあ来い。あ、星さんばっかな。しかも狙い悲観しな。どうなってんだよ。いや、星さん気まくってますけど、見事に狙いのもんだけ来ないですね。まあちょっと妥協するかどうか微妙なとこなんですけどね。いや、極意書ももったいないから早めに頼むぜ。とりあえず星4。よし、よーし。まあ十分でしょう。バズーカが最高形でしたが、数値的にはこれでも非常に美しいので十分満足です。ありがとうございます。いやー、やっと引けた星4でとりあえず一発で決まって、うん、それは良かったんじゃないでしょうかね。はい、ということでね、広瀬さんを1から未想道地までという感じでこの動画に仕上げてみました。よろしければね、高評価チャンネル登録お願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。